どこですか？また現れた。てかもしかして私、向く方向逆。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。なんかね、マップで見たらさ、全然違うところに、びっくりマークとかあるんやけど、これでいいんよね。これでいいんよね。ぬらり師匠やし。おい！違うんかな。来たな、早速始めるぞ。ってことはいいんか。ここの Y サークルでは、見極めの妙の修行を行う。カッコができているならば、この修行について説明しよう。はい。教えてぬらり師匠、真のタクティクス。マズラとの決戦を前に、さらなる戦力強化のため、ぬらりひょうの修行を受けることになった。第2の Y サークルでは、見極めの妙の修行を行うという。ぬらりひょうの修行を受けよう。天才たちのブレイクスルー2巻。調査開始。見極めの妙。この特訓では、力の強い敵との戦いを学んでもらう。一撃のダメージが命取りになりかねん。敵の動きを見極め、攻撃を避けるのだ。特に、マタロウにはこの修行に参加してもらいたい。お？マタロウ？今度強化するのは。真のヒーローになりたいならば、己のピンチを切り抜ける力が必要だ。では、修行を始めるときは、また私に声をかけるといい。クエスト、教えてぬらり師匠、真のタクティクス発生。調査を開始しよう。第2の Y サークル、ブルポンがいたところだね。ここはブルポンのところやね。まさかメダル食べて成長するとは思わなかったよな。ここの Y サークルでの修行は見極めの妙だ。俺もメダル食べて成長できたらな。 Y サークルの能力によって音量たちの攻撃力を高めている。成長してどうすんの。敵の強力な刺激を受けることを心がけるのだ。大人のデートをする。では修行を始めるか。そんでもって、あんなことやこんなこと、ヌラクレレボリューション。第2の Y サークルで行われる修行は見極めの妙。デートは断られるっしょ。力の強い敵と戦って動きを見極める修行となる。真のヒーローにはピンチを切り抜ける力が必要だ。ぬらりひょんの修行でヒーローとして成長しよう。マタロウと共にぬらりひょんの修行に挑もう。力が強くって見極めが大事ってことは、攻撃を避けていかんといかんタイプの敵ってことかな。頑張ります。私がすごく苦手なやつやね。で、初めに通路にいる敵をすべて倒す。はい、了解です。うわ、レベル400超えてきだしたよ。レベル400超えてきだしたよ。やばいね。ちょっと待って、君がいる。ゴー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 。はい、変身。オッケー。変身、変身していきます。なんか前回ね、アースウォーカーからアースウォーカーノアに変身できるようになって、ブルームーンの黄昏のワンドやったっけ。結局南極、あれよりはるかに強くなった。あれ以上に強くなったよ。あ、そう、優しい。自分の名前言えるだけやん。よし、多分この辺の敵はまだそんな見極めるとかいうレベルじゃないと思うけん。え、なに、まだいるの、どこに。え、ちょっと待って、どこにおるの。おい、お前らジャリアルジャンプ。メモリアルジャンプ。ダイナミックネコエンド。全然当たってなかった。つら。グランゾーとネコスカドライブ。さあ。見て、これも新しく増えたんよ。グランゾーとネコスカドライブ。なんかすごくリゾートでドライブしよる様子が思い浮かぶんやけど。ちょ、待って、まだいるの？どこ？どこですか？また現れた。てかもしかして私、向く方向逆。おら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 、どういうこと。びっくりなんやけど。やっちまおうかね。ザ・ホーム、やっちまわないでください。てかね、何、避けんといかん系の敵ってさ、自分以上に周りの仲間たちも避けんとなってことなんだけど、それがすごく大変なんだよね。ランゾーとネコスカドライブ。変身、モモモモモモモンガーレディ。ほら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 、とりあえずちょっと俺周りの敵倒しとく。こらいな。あれかもしかして、ほらいな。またそういうことは、君が必要だ。こらいな。いくよ。よし、じゃああれは、まあ避けやすいか。あれが本当にそうならやけど。ダイナミックネコエンド。ダイナミックネコエンド。クライナー。グランゾーとネコスカドライブ。グランゾーとネコスカドライブ。クライナー。すごく名前が好き。わざの。クライナー。おいしくないなんか。ほら。ほらほらほら。グラ
セスカードライブ。クロリアルジャンプ。いやしくじっちまった。ちょっと待って、私の一撃でやりたかったのに。なんてこと、モモンガーレディーじゃねえかよ。なんか強そうなんで。手応えないな。ちょ、メダルを拾わせてください。うん。よし。やったいい感じに。うん。みんなのレベルがどんどん上がっていくね。これで、マタロウはどんな感じになるん？マタロウも2回目のパワーアップやん。どんだけパワーアップしていくん、ちょっと。他のみんなを差し置いて。なんだか、来たよ来たよ、体の内側から力が溢れ出してくるみたいな。不思議な感覚だね。これが修行の成果ってことなのかな。でも、誰かを守るためにはまだ足りない。ここからまだ引き出されると、エルゼメキアを助けることができなかった。マタロウ君、悲しいことはあったけども、だがあれは仕方なかった。エルゼメキア本人も望んだ結果だ。星は救われたんかな、大丈夫なんかな。悔しいか。本人も救われず、星も救われずじゃ悲しすぎることない。誰かを救えなかった悔しさは心に重くのしかかるものだ。ねえ、ぬらりひょんは結局誰の中におったん？しかし、だからこそ、もう二度とこぼさないという覚悟が生まれる。その辺の適当な人かな。覚悟？そうだ。その強い覚悟が強い意志を生み、ここは見た目変わるんかな。やがて苦境を切り開く力となる。アースウォーカーはさ、まあ、後から見直してみたら、そしてその意志の力こそが、お前を真のヒーローへと導くだろう。ものすごくちょっとだけ変化があったけど、変わるんかな、こっちも。僕はもう後悔したくない。諦めたくない。全部助けたい。だから僕が何もかも救ってみせる。めっちゃかっこいいやん。お？メダルが来た。え、ここはなんか全然違う気がする。変身メダルラストティーダインを手に入れた。もうこれでラストなんやね。限界を超えろ。わかりやすい。今こそ真のヒーローとして覚醒するのだ。うん。だってここ緑やったことない。紫になったときめちゃくちゃ変わったね。変身。なんかこうアースウォーカーもね、わかりやすく変わってくれればよかったのに。来たよ来たよ。ほら違う。ラストティーダイン。ラストティーダイン。太陽の王者、ラストティーダイン。おお、なんと凄まじいパワーだ。なんかマタロウそのものみたいな感じになった。え、どうやら普通のティーダインの時さ、壁を乗り越えたようだな。声違わんかった？確か。ん？違うかな。今のは別れた。お前の意志が私の意志を上回ったのだ。てか変身しても玉ねぎ頭になったね。君は私の意志に打ち勝つほど成長した。君は真のヒーローになったのだ。マタロウの主張がすごく激しくなってきた感じがする。真のヒーローに僕が。でも第3のワイサークルまでしかないけどさ、あなたのお心に従います。あと1人しかおらんのよね、強化されるの。地球の真の戦士に。第3で一気に全員、残りの全員強化されるわけじゃないやろ。ティーダス、これがいい、ね、タイトロン流の上位の戦士への敬意の示し方だ。マタロウ、これからも共に人々を救おう。うん、これでマタロウも大幅にパワーアップしたってことかな。マタロウがラストティーラインに変身できるようになった。クエスト教えてぬらり師匠、真のタクティクスバッチリ解決。イエーイ、天才たちのブレイクスルー2巻もゲットしたよ。あんね、なんかちょほら、アースウォーカーとアースウォーカーのね、ここはなんかそんなに違いがわからん感じ。でもほら言った通り、ちょっとカラフルに、あの何、首元のとこがさ、ほら青くなった。なんかね、微妙な変化しかないんやけど、
でも、ほら、T ダインとラスト T ダインは全然違う。ほら、前までなんかバーって、あ、玉ねぎは玉ねぎやったんか。顔の横のやつもなんかあったけん、わからんかったんかな。それがほら、もう完璧に玉ねぎって感じになった。色も違うし。個人的には普通の T ダインの方がかっこいいな。まあ力は、あ、全然違うね。ラスト T ダインを使っていくべきやわ。マタロウがここまで、主要メンバーになるとは思ってなかったぞ、私。さあ、最後は、誰がパワーアップするんかな？気になる。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあラスト、第3のYサークルも頑張っていこう。